3ヶ月間待ったフォレスターが無事納車されました。これからいろいろアクセサリーとかつけていきたいと思います。今日は事前に買っていたこのスマートフォンホルダーを取り付けます。いろいろ考えたんですけれども、これは縦フィンに対応するようにもなってまして、両方対応はしてるんですけれども、この横フィンの方につけてしまうと、運転席側ですね、つけるとしたらここにはドリンクホルダーをつける予定ですので、スマホホルダーをつけてしまうと邪魔になってしまうため、やはりこのナビの横の右か左どちらかに取り付けることになると思います。ただ運転席側につけてしまうとホルダーが邪魔でこのナビの画面が見えなかったりだとか操作しにくかったりするかと思うので、助手席側の方につけていきたいと思います。前回中身は紹介してますので、開けて、さっさと取り付けていきたいと思います。これだけですね、中身は。これだと助手席側の人は操作しやすいですけど、運転席からは操作逆にしにくそうですね。確実にちょっとしんどいですね。一応手帳ケース型も挟めることができるということで2センチまで対応なんですけども、これちょうど2センチありました。これが挟めるのは挟めるんですけど、結構ギリギリ、ちょっと下を向いたりとか、こう振動とかでちょっと外れるんですね、これね、この部分が。ちょっと厳しいかな。停止してる分には大丈夫ですけど、段差とか、あと車の振動が大きくなった時にここがこうなりますね。そうすると外れますね。だから手帳ケースじゃなくて普通の背面だけのケースだったら問題なくホールドできるんですけども、運転席側につけてみましたが、ドライバー目線だと完全に邪魔、上のモニターが見えない感じですね。ナビの画面も見にくくて操作もしづらいという感じです。でも下につけられるのかというと、ずらすとこういう感じで、ワイパーのこの作動レバーに干渉して無理です。ですからつけるならここなんですけど、ここだとナビ操作モニターに干渉して
邪魔になるのでつけない方がいいですね。これはね、やはりこっち側になるんですけども、先ほどからちょっといろいろ角度を調節してはいるんですが、どうしても助手席の方に向いてしまうと。で、運転席側の方にいくら角度を向けたとしても、このボールジョイントの可動域がありますので、正面が精一杯ですから、ここで正面向いてスマホをセットしたとしても、やっぱり目線もずれますしね、操作もしにくいですし、スマホホルダーはいらないかなって感じですね。スマホとナビとつなげればここで操作できますしね、音楽聴くには十分ですし、ちょっとこのスマホホルダーちょっと早まって買ってしまった感はあるんですけども、とりあえず今このフォレスターには不要かなという結論にいたしました。今回の動画はあまりこうお役に立つようなものではなかったですけども、まあ、今後ドリンクホルダー、フォレスター専用のもの、運転席側に取り付けようとも思ってますし、あと天気のいい日にドアハンドルプロテクターも取り付けていきたいと思います。今日はご覧の通り、ちょっと1日雨なので、ドアハンドルプロテクターとか、ああいう張り物ですね、外装の張り物をしてしまうと雨の日のお出かけができなくなってしまいますので、今日は出かける予定もありますし、また晴れの日に後日取り付けたいと思います。最後にフォレスターの方の方がよくアップされてますけども、エンジン始動の様子、これね、やっぱり自分でやってみると感動しますよね。ブレーキ踏んで、次回の ETC カードが導入されていません。ちょっとチャチャ入りましたけども、それでは次回のちゃんとした内容の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。